はい、皆さんどうもこんばんは、ユーゲームチャンネルです。今回も引き続きロストジャッジメントの実況をやっていきたいと思います。で、前回の動画の終わりに伝えた通りなんだけど、今回は早乙女兄弟のイベントをねやろうと思ってカムロ町に帰ってきたんですけども、変態のことで相談です。八神さん、早乙女陽介です。お久しぶりです。前作ではね、おっぱいどすかとか言ってる、ちょっと、おっぱぶのバイトしてるやつだったんだけど、変態のことでちょっと厄介なことになりまして、相談させてもらえますか。月野と事務所に伺います。前作ではこの、双子の兄弟、男と女なんですけど、まあ、男の方がお兄ちゃんで妹が女なんですけど、妹の方がですね、なんかね、変態にね、付きまとわれる特殊体質っていうことでね、それでいろんな変態を退治していくってストーリーだったんだけど、まあそれに対して今回もなんか同じような内容の依頼があるのかなって感じですね。で、それの依頼を受けるためにカムロ町の事務所に戻ってきたんですけど、この棚の上見てくださいよ、これ。これこれこれ。いやー、これね、UFO キャッチャーでいろいろ撮ってきたんですよ。なんか部屋にインテリアすごい飾りたくてさ、なかなかね、いいんじゃない?ほら、これ。ただね、思ったよりね、うわ、猫めっちゃ鳴く。思ったよりね、インテリアがね、大したもんないんだよね。こういう変なキャラクター系と、独特のキャラクターと、なんかもう名前がね、ブーミーとかクマミーとかコロニャンとかさ、もうミーつけりゃいいと思ってんだろみたいな、なんか置き物しかなくて。で、なんかダウンロードコンテンツは確かなんか招き猫があったらしいんだけど、それなんか俺ちょっと持ってなくて、取れなかったんだけど、前作は昔はね、沢村遥のフィギュアとかいろいろあったんだけど、今回ちょっとね、置物あんまりいいのないんだよね。あと前回だと将棋の駒とかあったんだけど。まあそんな感じで、早速依頼を受けていこうと思うんですけど、まあその前ちょっとね、皆さんにお願いがあって、まだね、見てくださってる中で、チャンネル登録されてない方、たくさんいると思うんですけど、この機にね、よかったらチャンネル登録と、高評価もしてくれるとさらに嬉しいっすね。ということで、この2つ。よろしくお願いします。だんだんチャンネルも増えてって、今213人ぐらいかなになってきて少しずつ増えてってますんで、私のモチベも上がるし、まあゆくゆくはね、チャンネル数がもっと増えてったら、みんなに、還元できるような、何か恩返しできるような企画とかもやってきますんで、何卒よろしくお願いします。じゃ早速依頼を受けてみようかな。ここで依頼を、変態のことで相談です。15万円ももらえる。あいつら、早乙女陽介はまあバイトしだからな、オッパブで。まあ金持ってんだろう。まあ早速受けてみようか。調査。これもう進むのかな。陽介くんに月乃ちゃんか。久しぶりだな。いやもうほんと3年ぶりだよね。で、この月乃ちゃんはね、ガールフレンド候補だと思うんですよ。前回そうだったからね。正式な依頼は久しぶりだな。それにしても変態のことで相談ってなんだろう。また新しい変態が、誕生したのか?変態三銃士は逮捕されたはずだが、この変態三銃士ってのは昔、前作のね、方にいた変態の三人でなんか、お尻マイスターっていうパンツが集めるやつが好きなのと、あ、お尻マイスターはパンツ教授か。パンツ教授、お尻マイスター、デバガメハンジ。で、あとさらにその三銃士を超えるなんか変態を、ジャイアントインパクトっていう4人の変態がいたんだけど、その人全員にね、月野さんは付きまとわれたりして、散々な目にあったんだけど、まあそれを解決することで、月野さんがね、八神探偵に惚れて、なんか彼女になるみたいな、そんな感じだったかな。依頼人が来る前に変態三銃士のことを振り返っておくか。振り返るのか、これ。まあ、視聴者の皆さん、前回の前作知らない人もいるだろうから、一応振り返っておきますか。随分前のことだし、振り返っておくか。変態三銃士。変な BGM 流れ出した。カムロ町に生息していたレジェンド級の三大変態だ。まあ、三大犯罪者ですね。どういうわけか、早乙女月野。これだね。陽介の双子の妹。彼らに気に入られ、必要に狙われるようになってしまった。変態を引きつける特殊能力。これ個性ですね。そこで俺は月乃ちゃんの兄、早乙女陽介くんの依頼され、変態三銃士を捕まえることになったんだ。もしこれ、変態を引き寄せる個性だったらヒーロー名どうする?変態レディーになっちゃう。やばいな、それは。一人目は特定の柄のパンティーばかり集める変態、通称パンティー教授。そう、これだよ。確かこれさ、ロストジャッジメント今作の最初の方でも、メインストーリー上で発生するサイドケースになんかパンティ教授の憧れてるやつがいたよね、確かね。
確か、なんかそれで街中で矢上だってパンティ掲げてたんだけど、それがパンティ教授ですね。パンティばっかり集めるやつで、俺はパンティ教授を引き出すために月乃ちゃんのパンティの具を詳しく聞き出すことになる。やめろよ、30この時5で確か21歳の子にパンティの柄聞くって本当嫌だよな。ちょっと、しんどすぎるだろ。あくまで仕事のためとはいえ、裏若き女性のパンティの柄を聞き出すのは俺としても心苦しかった。めちゃくちゃ恥ずかしそうにしてんじゃん。しかも意外となんか清純派そうに見えて、なんか派手なパンティの柄だった気がする。二人はお尻マイスター。あ、そうそう、こいつはお尻が大好きな人なんだよね、確か。女性のお尻を触り、筋肉質を下げることで、その人に向いたスポーツを進言してくる、とんでもない変質者だ。アスリート系の変質者ってことから。アムロ町ってほんととんでもない変態の集まりだな。ちなみにお尻マイスターによると、月乃ちゃんは長距離走に向いてるらしい。誰がそんな情報楽しむ、なんか、役に立つんだよ。三人目は、そう、これデバガメハンジね。三人目はカップの行為を除き、その行為が罪深いか否かをジャッジするデバガメ判事。で、その様子をね、だから、カップルの行為、まあ、性行為中の様子を覗き見て、盗撮して、で、これがなんかちょっと、自分でなんか審判するのよ、裁判するのよ。で、これは悪どいことをやってますよ、みたいなことやったら、SNS にその動画を晒すっていう、マジで、ベストオブゴミ犯罪者なんだけど、本当にゴミだよな、こいつ。有罪と判決出されると、盗撮された写真や動画をネットに晒されてしまうらしい。とんでもない変態というか、特級呪霊並みの犯罪者だね。本当に。俺は3人の変態と対峙し、全員対峙することに成功したんだ。だが、俺が3変態30種を捕まえたことで、空いていたテリトリーを狙って変態をジャイアントインパクトが現れてしまう。まあ、このジャイアントインパクトってのはね、説明、まあ、この後されるかな？通称 GI。あれがでかいというだけで、変態たちから王として崇拝されてるという露出狂だ。まあ、ただの、股間がでかいおじさんですね。で、まあ、それにしてもこの人60歳なんだけど、すごい肉体美だもんね。なんか、モテたいがためにこういうことやってるんだけど、まあ、実は60歳にしてもまだ、童貞で、男の喜びを知らずに、成長してしまった結果、こういった変な性癖がね、開花されちゃったっていう、ちょっとかわいそうなやつでもあるんだけど、まあ、ただの変態の露出狂っていうことで言うとも逮捕ですね。吸ったもんだったが、なんとかこいつも捕まえ、月乃ちゃんの平穏は取り戻されたんだったな。その後も月乃ちゃんとは縁があり、俺は彼女から将来のことを相談されたんだ。あ、あったね。前回付き合うそのイベントでなんか幼馴染の変なふざけたハットかぶったイタリアかぶれのやつがいたと思うんだけど、あ、そいつの件でいろいろ相談されたんだな。あ、そうそう、こいつ。茨城のお嬢様として生まれた月乃ちゃんには、いい名付けがおり実家に戻ってくるように言われたんだっけ。なんかこの品川庄司の品川みたいな感じのブサイク。彼女にはこっちでデザイン関係の仕事に就くという夢があったんだ。そうだね。実は月乃ちゃんちはね、お金持ちのお嬢様なんだよな。そして自分の夢を追うことを決めた月乃ちゃんには、見事志望する会社に就職できたんだ。あ、確かそうだっけな。最後の方ちょっと覚えてないんだよな。よし、復旧はバッチリだ。バッチリすぎる。ちなみに変態三十種やジャイアントインパクトの裁判は随分と、長引いたらしい。連中は決して罪を認め、法廷にパンツ持ち込めねえだろ、それ。おかしいだろ。己の信念とスタイルを法廷で貫いたという。何の武勇伝だよ。まさに、なんで脱いでんの、法廷で。裁判長ってか、裁判員もなんでそんなサングラスかけて驚いてんだよ、そいつら。おかしいだろ、この絵で。まさに掟破りの変態裁判。これはアウト。これは無理だろう。こんな罪を重ねるだけだろう。変態道を司法の場でも貫く彼らの姿に、日本中の変態たちが感銘を受けたと噂、風の噂で聞いた。あ、それで新たな変態が偉人帳とかにも出てきたわけだ。マジで迷惑な奴らだな。てか、その仮面とか持ち込み無理だろう。どうやって持ち込んだんだよ。まあ、さて、陽介くんと月乃ちゃん、事務所に来てくれるようだし、とりあえず時間まで待つか。これで時間経ったら来てくれるのかな。また勝手に夜になるパターンか、昼間なのに。あ、夕方になってる、勝手に。スタバのコーヒーか、これは。
久しぶりだな、陽介。わ、矢上さん。月野ちゃん、めっちゃ大人っぽくなってる。めっちゃ落ち込んでんだ。これ、陽介くんはどうしてもね、山田陽介くんに見えるような、ゲーム実況やってるのかな。矢上さん、どうも。これ、でも山田くんにしてんじゃないの、もしかして。陽介くんと月野ちゃん、待ってたよ。月野ちゃん、どうしたんだ。元気がないみたいだけど、めちゃくちゃ下うつむいてる。でもなんか社会人っぽくなって、なんか大人っぽい服装になってるね。大学卒業式から。うわ、キャリアウーマンっぽい。矢上さん、実は月野なんですけど、その、もしかしてうつ病とかになっちゃった？どうしたの？元気がないみたいだけど。それが、いわゆるショック状態というやつでして、うわ、そういう系まで発展しちゃった。仕事できねえだろ、そんなの。てか、こいつら小せえな。矢上探偵がでかいだけか。身長差をすごい感じてしまうんだけど。ショック状態？何があったの？まだご存知ないんですかね？新たな変態の存在か？いやー、マジでかっこいいし、イケメンだし、山田涼介みたいだけど、こいつもね、意外と彼女に乗り浮気したりとしたところ、デバガメ判事に前回で取られて、月野ちゃん妹にすごい嫌悪されちゃったんだけど、変態三重士たちが脱獄したこと、嘘だろ、あいつら脱獄できんの？やばすぎるだろ。まあ、確かにさっきの裁判で色々持ち込めてたけど、あんな普通できないからね。マジか、脱獄したんだ。え？脱獄だって、3人も？ってことは、お尻マイスター、パンティ教授、デバガメ判事の3人。ジャイアントインパクトは、脱獄してないのか？はい、しかも、変態をジャイアントインパクトも一緒に脱獄し、手を組んだらしいです。変態四天王が出てきてしまったのか。四人合わせて、変態カルテット、と名乗ってるとか、四重奏、やかましいわ。探偵の変態二重面相みたいな感じでさ、なんでそんな風に今伝説級な扱いされてんだよ。あ、すいません、ね、ちょっと喉が。めまいがしてきた。サイドケース、変態カルテット。まさか、そいつらがカムロ町に？そのようです。で、そのニュースを聞いて以来、月野はずっとこの調子で、もう、直接被害があったわけじゃないけど、それを話を聞いただけでトラウマになってしまったのか。まあ、変態4人にもね、餌食にされたら、そりゃそうなっちゃいますよ。どれ、変態三重士の事件に関する記憶だけがすっぽり抜け落ちてるみたいなんです。なんだって？なんだって？月野ちゃん、そうなの？すみません。すみません。兄に聞きましたけど、以前お世話になった方なんですよね。大事な思い出が。あんなに矢上探偵のこと好きだったのに、月野ちゃん。これはまたなんか解決して記憶を戻して、ガールフレンドイベントになるパターンなのでは？矢上さんのことも覚えてないよね。マジかよ。マジかよ。なんてこった。お前ワンチャンだか考えてねえよな、矢上探偵。そんな、傷を狙ったような犯行みたいな感じのことしないよな。医者によれば変態三重士やジャイアントインパクトの脱獄がきっかけでトラウマが蘇ったんじゃないかって。その恐怖から逃げるため、心が彼らに関する記憶を抑え込んでいるんじゃないかという話でした。なんかちょっと精神面の疾病に関わるのかな。だから変態がきっかけで出会った矢部さんと一緒に記憶から抜け落ちてしまったのかもしれません。それは違うでしょ。その変態を捕まえたのは矢上探偵だよ。そこは忘れちゃダメだろ。そんなバカな。それじゃあ、変態三重士以外の記憶は？自分が誰かとか、どんな人間だとかは、ちゃんと残っているそうです。ただ、変態三重士にまつわる記憶だけが抜け落ちていて。だから日常生活には支障がないのですが、落ち込みがちなので会社は休んでいます。いや、それやばいだろ。年休、使い切ってないか？大丈夫か？それにしても月野さんは大人っぽくなったね、3年間で。前回の写真だとね、だいぶ幼かったんだけど。すみません。迷惑ですよね。あなたのことを忘れてしまったみたいで。まあ、そんなことねえよ。しょうがねえよ、それは。放っとくわけにはいかないな。いかないな。こっから事情聴取していくのかな。いやー、キャリアウーマンだな。てか、陽介、それ3年前もそんな服装してなかったか。おめ、12月に T シャツとバーディガンは寒すぎるだろ。月野さんもだいぶ薄着してるけど、このゲームね、季節感関係ないような服装ばっかしてるやつなんだよ。してるやつばっかなんですよね。
脱走した4人の変態は現在カムロ町に散らばり変態行為を繰り返しているそうです。迷惑すぎる。カムロ署のやつら何やってんだよ。このままでは月野は一人で出歩くこともできません。まあまた変態をね集めてしまう個性の持ち主だから。陽介くん、脱走したカルテットについて詳しく聞かせてよ。なんか当たり前のような語句のように使うな。変態カルテットについて話を聞こうか。パンティ教授、デバガメハンジを知りました。まあ上から言っていこうか。パンティ教授、この変態についての情報はない？パンティ教授はドローンを使ってパンティを盗むので被害範囲は広いようです。そういえば以前もドローンを使ってたな。そうだね、追いかけて捕まえるのは難しそうだな。となるとやっぱりおびき出し作戦が有効かな。そうでしょうね。つまりパンティ教授の好みのパンティの柄を知る必要があります。知る必要がある。これまた月野さんにセクハラしないよな。大丈夫だよな。パンティ教授は以前月野ちゃんのパンティばかりに住んでいたらしいが、これまた聞くのでは。うん？これセクハラだぞ。月野ちゃんのパンティの柄を聞くか。やめてよく聞く。まあでもこれはまあ皆さんしょうがないんで、手がかりがつかめないんで、みんな俺を責めるなよ。さすがに覚えてないしな。よし、仕事のためだ、聞いてみよう。では月野さん、あなたが普段履いてるパン。矢上さん、ちょっと待った。矢上さん止められた。え、月野は今ショック状態なんです。それを聞くのはさすがにダメっしょ。わ、お兄ちゃんさすがに、いやそれは俺がちょっと軽率だった。ちょっと面白いちょっと展開を期待はしてたんだけど、まあそうか。うん、いやすごい、もう分かるだろ今の話聞いてて。なんで分かんねえんだよ。ごめんよ月野ちゃん。それにあれから時間は経ってますし、教授の趣味変わってるかもしれませんよ。これはまた事情を街で集めなきゃいけないのかな。まあ確かにそうだね。ということはパンティ教授の今の趣味を知るために被害に遭った女性に聞き込む必要がありそうですね。え、それじゃあマジで見知らぬ女性にパンティの柄を聞けってこと。これの方がしんどいだろ。悪けりゃ通報されるからね、矢上探偵。なんかイケメンっぽいおじさんがパンティの柄聞いてきたんですけど、ちょっと警察の人、男の人呼んでくださいとかならない、はい、そうなりますね。あ、前よりハードルが上がってるような、うん、それは間違いない。すげえ嫌そうな顔してるじゃん。なんでそんなガッツポーズすんだよ。おめえ聞いてこいよ。ふざけんなマジで。調査のために必要なですことですから、ズバッと聞き込んできてください。お前、依頼料15万も払うからって何かちょっと無理なお願いしてもいいと思ってるだろう。嬉しそうだな、クソ。だがどうやって被害者を探そうか。これまたツイッターっていうか、そういうつぶやき機能を使うんじゃないの。パンティ教授のことはユッターでも話題になってるみたいですし、ユッターの情報がヒントになりませんかね。あ、やっぱりそうだ。ユッターでバズリサーチャー、まあそのキーワードを入力して、その辺のツイートしてる人たちのところに行って話を聞くって感じだな。まあ、結構これ長物の動画になりそうだな。一本にまとめるのは難しいかもしれない。のぞき魔のデガマメ、デガ、ごめんなさいね。デバガメハンジについては、以前よりパワーアップしてるようです。え、擬態能力を身につけていたよね。え、何それ、カメレオンスーツみたいなの着てるってこと。紙アプリで出てきた特殊アイテムなんだけど、擬態。以前デバガメハンジはラブホの壁に張り付いてゴキブリのように這いずり回ってましたよね。ああ、そんなことしてたね、確かに。ああ、そういえばドローン撃ち落としてやったんだっけ。これもそれですごいことしたよな。ドローンってか、こんなドローン持ってたら捕まるだろ普通。今回のデバガメハンジ言いづらすぎだろ。デバガメハンジは背景の髪の色に合わせて服装を変えるそうなんです。うわ、やっぱりすげえ、カメレオンスーツも着てるんだ。カメレオンスーツってのは、まあ、その透明になったり、その擬態したりするような感じなんだけど、茶色い壁には茶色い服を、黒い壁には黒い服を、そうやって背後の壁に溶け込むんです。あ、もともとそういう服を着てるのか。別にそういうなんか色が変わる特殊スーツを着てるわけではないんだな。なんだって、それ厄介だな。人ごとみたいな、人ごとみたいな反応だったな。デバガメハンジはこの技を使って脱獄を果たしたみたいです。そんなこと、それはちょっとよくわからないんですけど、とすると目視で見つけ出すのは難しいかもしれないな。何かいい手法があるといいんだが、
多分録音するようなものとか録画するようなものを持ってるから、なんか電波の発信機みたいなので探すのかな。 SNS で被害者が話題にしてるみたいですから、そっちで情報を集めるといいかもしれませんね。バズリサーチャーが役立ちそうだな。もうバズリサーチャー頼り、万能すぎる。せーてか、こんなんだったら警察なんとかしろよ。バズリサーチャーとかツイッター見てさ、まあ、言った過去の世界ではそれ使って情報集めろ。マジカモノショのやつら何やってんだ本当に。で最後にお尻マイスター、まあ、これ聞いたら多分ジャイアントインパクトの情報も出てくるんだろうな。お尻マイスターについて何か情報はない？お尻マイスターの被害者も、カムロ町でちょくちょく出てるようなんですが、今回は以前よりも厄介ですね。何が？どういうこと？奴は変装術を覚えたらしいです。なんでみんな少しずつパワーアップしてバージョンアップしてんの？それって。変装？探偵みたい。はあ、脱獄もお尻マイスターの身につけた変装術によって成し遂げられたらしいです。そもそもまずどうやってさ、その鍵とか破っていったんで、そっちの方が大変だろ。だとすると変装を見破る必要があるわけか。お尻マイスターも言ったで話題になっているようですから、場所と、場所を割り出すの、また、あ、すいませんね、場所を割り出せるかもしれませんね。言った頼みしかない。ちなみにさ、陽介くんのおとりになるってのはなし？陽介くんがおとりになるってのはなし？あ、前回やったよね。お尻マイスターにお尻触られちゃったんだけど。え？いや、そりゃそうだろ、こっちもお前、街中で知らない女性にパンティーの柄聞くんだから。それはお前、山田くんもね、やってもらわないと。いやー、山田涼介にそっくりだから、山田涼介がおとりになるって絵柄はマジで面白そうだな。だってほら、前にお尻マイスターを見つけたとき、お尻マイスター君をつけよちゃんだと間違えただろ。え、てかこれ予想してないのに間違えてやばいだろこいつら、ほんと。てかそれにしてもお尻マイスターの肉体美はすげえな。ううう封印されていた俺のトラップが、し、尻が、これはまた、悪いことしたな、陽介。あ、ああ、悪い。嫌なことを思い出させちまったみたいだな。あーで、やっぱ3つを聞いたらジャイアントインパクト、巨根おじさんの話が出てきたね。で、変態王、ジャイアントインパクト、通称 GI のことだけど、グリードアイランドみたいに言うな。グリードアイランド、あ、じゃあごめん、間違えた。GI は今のところ目立った活動はしてないようです。まだ目的団もないようで。これ、この3人を捕まえたら出てくるとか、そういうパターンじゃないのかな。脱獄から数日は経つはずなんですけどね。おかしいな、 GI ほど露出狂ならとっくに犯行に走っていてもおかしくないのに、はあ、そうですね。ただ、脱獄前に GI はおかしなことをくちばしっていたようです。いや、その情報どっから手に入れたんだよ。お前変態とつるんでんのか。私は変態の国を作ると。あいつら全く懲りてねえな。変態の国なんだそれ。わかりません。ただよからぬことを企んでることは確かのようです。その情報どうやって知り得た？お前も変態と、まあ、ある意味こいつもちょっと変態の癖もあるからな、このキャラクター。このゲーム内での話だけどね。お兄さん、おっぱい出すかみたいな。なんつんだ？おっぱむのね、キャッチのバイトやってたんだよ、前回でも。前作では。その時の掛け声が、あ、お兄さん、おっぱいどうすか？おっぱいどうすか？いいおっぱいありますよ。で、なんかね、客を引きつけるコツは、とりあえずおっぱいを連呼することなんですか。なんかわけわかんないこと言ってて。まあそういうのあって、この陽介はね、面白いキャラの一人ではあるんだけど、どうやら変態三獣士も GI の理想に感銘を受け、手を組むことにしたようです。じゃあ三人を追えば、GI にたどり着くってことなのかな。GI については、情報を引き続き集めるしかないかな。まあ、とりあえず今話、聞ける話は終わったのかな。月野さん、ずっと下向いて、うつむいてるな。それじゃあ俺は早速調査に向かうよ。バズリサーチは使うか。矢上さん、俺は月野をホテルまで送り届けます。え、なに、どっか泊まってんの？ああ、そのホテルで被害に遭わない。デバガメハンジ。マジで言いづらい。あの、矢上さんでしたよね。すみません。兄が何か無茶なお願いをしてしまったようで。いや、似てて理解してなかったのか、お前。IQ3 なのか、もしかして。やっぱ俺のこと思い出せないか。大丈夫だよ。いや、大丈夫。すぐに片付けてくる。俺の知ってる月野ちゃんが戻ってくるようにね。はぁ、あ、わぁ、めちゃくちゃ大人っぽくなったな。3年でこんなに女性って成長するのか。矢上さん。
それじゃあ八神さんよろしくお願いしますね。いやー、久々にいい二人に会ったな。ワードゲット、パンティで、あー、痴漢、おい、これはお尻マイスターのワードかな。で、もう一個出るのかな、デバガメハンティ、そのまま出た。あー、とりあえず三人の情報をバズりさ、露出を全部ゲットしたな。とりあえず順番に行ってみるか。ジャイアントインパクト。これなんか二つワードがあるのはなんでだろう。とりあえずパンティから調べるか。お、出た。ここ、隣の女の子、パンティ教授の被害に遭ったらしい。ここにいるのかな？これなんかあれか？もしかして、テンダーか？うん、そうだよね。前作でよく、お世話になったバーなんだけど、八神探偵が、この町に来たのが15歳ぐらいなんだけど、その時からバイトしてる店だったかな、確か。確か、ここの間が、なんかよくあったね、マリネとかいう、伝説のギャンブラーが、住み着いてるところでもあるんだけど、あー、やっぱこの辺いないから多分テンダーの中なんだろうな。マスター久しぶり、元気してる？おう、ムービーあるんだちゃんと。テンダーで合ってるの、合ってるかな。絶対に許せない。あー、この人ですよ、伝説のギャンブラーマリネ、年齢不詳捕まえて訴えてやるんだから。ほんと嫌ね、うかつにベランダに下着干せないじゃない。戻ってきてよかったけど、もう使いたくないから、もしかして、被害者マリネーだったろ。まさか、パンティを盗まれたのって、マリネー？マジかよ。誰を逃げ出さなきゃいけないのか。まさかの一般の知らない人じゃなくて、知り合いのパンティの柄を聞かなきゃいけないとは。めちゃくちゃ大変だな。いやー、これは嫌だな。まあ、よかったな。ちょっと正直、お世辞にもこの隣の人のパンティの柄は、痛くなかったな、正直。まあ、顔の問題で申し訳ないこと言ってるけど。マリネ、久しぶり！元気出た？もう3年ぶりぐらいじゃない？よっ、マリネ。あら、ターボー、どうしたの？まあ、この世界では多分日常的には合ってる設定なんだろうな。わ、隣失礼。あ、もう帰っちゃった。いいな。まあ、ちょっと、無駄行くな。すいません、失礼に。まあ、ちょっと素直に言ってしまう性格で。ちょっと、調査でね。あのさ、マリネ、さっきなんか怒ってたみたいだけど、なんか下着が盗まれたとか言ってなかった？そうなの。ここ数日、ベランダに干した下着が何度も取られちゃうの。お気に入りの高いやつだったのに。やっぱりそうか。やっぱそうか。なあ、マリネ。実は俺今、変態三十四のパンティ教授ってのを追っててな。何の話してんのって思われる。お前がその話をする時点で変質者だと思われるぞ、ヤガミタンテ。パンティ教授？それで調査のために必要なことなんだけど、してここで聞くのか。すごい険しい顔してるよマリネ、大丈夫か？どうする、マリネにパンティの柄を聞くか。やめておく、聞く。まあこれでも聞かないと話進まないんでしょ。決して俺の思考で聞くとかいう選択肢を選んでるわけじゃないからな、みんな。そこはちゃんと理解しててくれよ。やめとくって選択肢もあるけど、俺はあえて聞く。これは物語を進めるために必要なことなんだ。どうせみんなね、なんかどうせパンティの柄知りたいだけだしょとか思ってるけど、そうじゃねえんだからな。そこは肝に銘じてくれてくれよ。何度も言うけど。よし、仕事のためだ、聞いてみよう。そう、仕事のためだぞ。マリネ、悪いんだけど、ちょっとパンティの柄教えてくれない？いやいや、その前にこの事件の犯人のをおびき出すために同じこのパンティの柄を把握しておきたいとか、もうちょっと説明をつけろよ。なんでいきなりパンティの柄を教えてくれないかって言ったら勘違いされるだろう。あ、ほら、八神探偵。いや、好きで聞いてるんじゃないんだ。パンティ教授をおびき出すのに必要なんだよ。ほら、疑う、先にさ、前説でちゃんと説明しとけよ。う、マリネの視線が冷たい。もしかしてあなたがパンティ教授？よからぬ疑いをかけられた。めんどくせえことになった。いや、もう探偵なのに交渉が下手くそかよ。違う、断じて。はあ、まあ、調査のためってのはわかる。でも教えるより、実際に見た方が早いでしょ。何？そういう展開なの。え？見る？いや、さすがに履いてるのを見るじゃなくて渡してくれるとかだと思うよ。
さすがに取られたやつでもうこれ使いたくないかもってさっき言ってたから。そう、探偵なら観察が大切でしょ。いやこれ鎌かけられてるぞ、大丈夫か、引っかかるのよ矢上探偵。 BGM がそういう感じ出てるけど、あらターボもしかして直接見れると思ったのとか言われる展開だよこれ絶対。勘違いするなよ。いやまあそうだけど、見るって言ったってさすがにそれはな。おーおお、骨盤を見るな、こっち向けるな。お前今唾飲んだろ探偵、矢上探偵。私も女だからパンティの柄を口にするなんて恥ずかしいの。だからさ、どうぞ存分に観察して。そっちの方が恥ずかしいだろ。そういうもんなのか、見られる方が恥ずかしいんじゃねえのか。やだターボ、そういう意味じゃないのよって絶対言われるか。あれで見えるから、だがせっかくだ観察してみるか。これど、いや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 、これどうすんだよ。なんだじゃねえよ、こっちを調べろってことなんだろ多分、俺の予想では。マスターの目がまるで見るような目だ。そうだと思ったぜ。いや俺の予想では多分このね、包み紙の中にパンティが入ってて、そっちを多分調べれば正解なんだろうけど、多分ちょっとこっちを見て間違って、なんだ何上も見れんのか、間違って矢上探偵が怒られて、なんかあとマスターとかに罵られる展開をちょっと見てみたいな。マリネのことだから下着の上下は揃えているはずだな。ちょっとやだ、どこ見てるの。あ、いや、マリネ髪の毛切ったのかなと思って、本当になんか嫌な姿勢を感じたけど、まずい、今踏み込んではいけない一歩踏み込もうとしたぞ。で、こっちを調べるともっと怪しいなじゃねえんだよこれ、やばい。あー、無駄。うーん、見えそうで見えない。絶対これ怒られる、多分ビンタされるぞ。悪気な、マリネが足を組み替えるタイミングを狙ってみるか。ターボ、お前これも探偵の仕事だ、仕事のためにやってるんだ、暗いな。あ、そうだ、目が暗闇になれれば悪いわ。よし、今だ。何やってんだよお前、ほんといい加減にしろよ。ダメだ、見えねえ。おい、ターボ大丈夫か、そのいろいろと。男は変態になるとバカになりますからね、見知らぬ気持ちになってきたぜ。なんか俺マリネにからかわれてないか。もうこれで終わりか。あー、ちょっと待って、間違えた。あー、これまたやんのか。もういいよこのムービーは、しつこいよ。これ何回見てもダメだ。バカ丸出しだな。すいませんね。まあこのね、包み紙を調べたら正しい選択だと思うよ。うん、この紙袋、そういえばさっきマリネ戻ってきてよかったけどもう使いたくないかな、戻ってきてよかった、そう言ってた。そしてこの瞬間マリネは紙袋を視線を移していた。まさかあの紙袋の中身、マリネが探偵なら観察が大事、直接見れば早いって言ったのって、もしかしてさっきあんだけマリネのスカートの中覗こうとしてたかんなお前。ふざけんなよ。名推理みたいな感じでやめとけよ。マリネ、さすがにブラフがうまいな。見るべきはあんたの足の隙間じゃない。思いっきり見てたろうが、何言ってんだよ、ほんとに。前言撤回しろ、このクソ変態。お前、パンティ教授の弟子だろ。びっくりマークじゃねえよ。その紙袋の中身だけど、盗まれたパンティが入ってるんじゃないか。何らかの事情で盗まれたパンティが戻ってきたんだ。さすがターボ、ご明察。その通りよ。馬鹿げんな。何があったか聞かせてくれるか。私のパンティを盗んだ変質者が路地裏で匂いを嗅いでたみたいだね。その姿を見かけた警察が職務質問をしたら、慌ててパンティを落として逃げてったらしいの。それで無事戻ってきたってわけ。つい先ほどのことよ。いや、そういうのって警察に押収されたりしないの。すぐ返してくれるんだ。なるほど。なるほど、そういうことだったのか。ってことはこのパンティ、一度はパンティ教授の手に渡ってるってことだよな。いや、てかそれのさ、指紋照合をしたりさ、できないの警察。だって、一発をしてるから多分その時、指紋とか取ってるはずだよね。おびき出さずとも、これを使ってパンティ教授に直接たどり着けないか。
なあマリネ、このパンティちょっと貸してくれないか。ここの文章だけを見た人はなんだこいつってなるぞ。大丈夫か。え、なんで。こういう時頼りになるのは嗅覚だ。ああ、そういうことか。このパンツをランポに剥がせんのか、もしかして。そのためには現物が必要でね。まさかあなたも嗅ぐの。すごい目線がつらいぞ。俺じゃねえよ。はあ、びっくりした。まあいい、気持ち悪いからあげる、気持ち悪いからあげる。まあ警察犬こと、甘さんちが飼ってたランポっていう鼻が利く探偵犬がいいんだけどね。そいつに多分嗅がせるんだろう。マリネードパンティ証拠ニュース。いろいろと大事なものを失いかけた気がするけど、なんとか重要な証拠をゲットしたぞ。いや、もうだいぶ失ってよ。君さっきの股間っていうかスカートの中を覗こうとしたのはもうちゃんと証拠として残ってるし、2回やったからな。みんなもさすがにもうこれは言い逃れできないぞ。あれサムネだろもう。よし、これを使ってパンティ教授を探し出そう。何いい顔してんだよ、ふざけんなマジで。本当に。いやー、でもちょっと面白かったな。これはちょっと動画撮ってる時にやってよかったな。これ結構長丁場になりそうだな。まあとりあえず今回はこの辺にしとくけど、まあ、次回はパンティ教授を捕まえる方を先やって、で捕まえ終わったらだんだん次の変態に移っていくっていう風にやろうかな。うん。いやー、でも久々に早乙女兄弟に会えて俺はちょっと嬉しかったし、面白かったね。まあ中身はちょっとアホというか、男のバカさ加減が出てる内容になっちゃったけど、まあやっぱこういうのもたまには挟んだ方がね、面白いし、まあ前回のちょっと沢先生のあれがちょっといたたましい事件だったからね。まあこういうのも挟んでったりしますんで、まあちょっと当分はこの早乙女兄弟の依頼をやっていこうかな。はい。ということで今回はこの辺にしたいと思います。皆さんよかったらチャンネル登録と高評価忘れずによろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。